今日転倒すればそれよりもかなり早いタイミングということになります。原監督ということで言いますと、第一次政権の2002年の8月13日が一塁ランナースタートを切っていますが、ランナーもう鶴岡は投げません。これは盗塁は記録されますね。ノーアウト二塁になりました。こんだけこう盗塁をバンバン企画されること自体がもう、鶴岡のやはり肩というのは一つそういう弱点があります、ライトへ快音発した。村田の一発が出ました。これはまさに相手にとどめを刺す一撃か。16号2試合連続村田らしいライトへの文句なしの一発。この9回表2点を追加、9対5になりました。まあ、今日3本ホームラン結果的に今出てるんですけどね、はい、その前のランナー全部フォアボールなんですよ。3本とも、その後にですからソロであればまず点取られる要因にもつながるわけじゃないですか、はい、ランナーいてホームランですからね、3回の橋本のホームラン、ツーランホームラン、フォアボールのランナーを置いての一発。いや、これが村田だというホームランです。そうですね、逆方向に出てる時っていうのはね、はい、まあ、今引っ張ってもこうなんかどちらでもホームラン出そうな雰囲気ってありますからね。そうですね、でやっぱりチャンスで打てるようになってきたっていうのは村田にとってすごく、はい、本人も一